バカの星の続きを読んでいきます。あたりはもう薄暗くなっていました。夜高は巣から飛び出しました。雲が意地悪く光って低く垂れています。夜高はまるで雲とすれすれになって音なく空を飛び回りました。それからにわかに夜高は口を大きく開いて羽をまっすぐに張ってまるで矢のように空を横切りました。小さな羽虫が幾匹も幾匹もその喉に入りました。体が土につくかつかないかのうちに夜高はひらりとまた空へ跳ね上がりました。もう雲はネズミ色になり向こうの山には山焼けの火が真っ赤です。夜高が思い切って飛ぶときは空がまるで二つに切れたように思われます。一匹のカブトムシが夜高の喉に入ってひどくもがきました。夜高はすぐそれを飲み込みましたが、その時なんだか背中がそっとしたように思いました。雲はもう真っ黒く東の方だけ山焼けの火が赤く映って恐ろしいようでした。夜高は胸が疲れたように思いながらまた空へ登りました。また一匹のカブトムシが夜高の喉に入りました。そしてまるで夜高の喉を引っかいてバタバタしました。夜高はそれを無理に飲み込んでしまいましたが、その時急に胸がドキッとして夜高は大声を上げて泣き出しました。泣きながらぐる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 空をめぐったのです。ああ、カブトムシやたくさんのハムシが毎晩僕に殺される。そしてそのただ一つの僕が今度は鷹に殺される。それがこんなに辛いのだ。ああ、辛い、辛い。僕はもう虫を食べないで飢えて死のう。いや、その前にもう鷹が僕を殺すだろう。いや、その前に僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう。山焼けの火はだんだん水のように流れて広がり、雲も赤く燃えているようです。夜高はまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んでいきました。綺麗なカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでした。そして夜高の降りてきたのを見て言いました。兄さん、こんばんは。何か急のご用ですか？いや、僕は今度遠いところへ行くからね。その前、ちょっとお前に会いに来たよ。兄さん、行っちゃいけませんよ。ハチスズメもあんなに遠くにいるんですし。僕、一人ぼっちになっちゃうじゃありませんか。それはね、どうも仕方ないのだ。もう今日は何も言わないでくれ。そしてお前もね、どうしても取らなければならない時のほかはいたずらにお魚を取ったりしないようにしてくれね。さよなら。兄さん、どうしたんです？まあもうちょっとお待ちなさい。いや、いつまでいても同じだ。ハチスズメ、後でよろしく言ってやってくれ。さよなら。もう会わないよ。さよなら。夜高は泣きながら自分のお家へ帰ってまいりました。
短い夏の夜はもう明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました。夜高は高くキシキシキシと鳴きました。そして巣の中をきちんと片付け、きれいに体中の羽や毛を揃えて、また巣から飛び出しました。霧が晴れてお日様がちょうど東から昇りました。夜高はグラグラするほど眩しいのをこらえて、矢のようにそっちへ飛んでいきました。お日さん、お日さん、どうぞ私をあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。私のような醜い体でも焼けるときには小さな光を出すでしょう。どうか私を連れて行ってください。行っても行ってもお日様は近くなりませんでした。帰ってだんだん小さく遠くなりながらお日様が言いました。お前は夜高だな。なるほど、随分辛かろう。今度空を飛んで星にそう頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。夜高はお辞儀を一つしたと思いましたが、急にグラグラしてとうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そしてまるで夢を見ているようでした。体がずっと赤や黄の星の間を登っていったり、どこまでも風に飛ばされたり、また鷹が来て体を掴んだりしたようでした。第2話ここまでです。ご視聴ありがとうございました。